愛知県立天白高等学校は愛知県名古屋市天白区上田東一丁目に所在する公立の高等学校である。学区は尾張地区一軍、B グループに属する。通学区域は天白区、緑区、明東区、日清市が主でそれほど広くはなく通学手段もどこか自転車が7割ほどで地下鉄利用は駅からかなり離れているため少数派である。 中には、瀬戸市や犬山市から通学する生徒もいる。校舎は、本館と北立とに分かれており、渡り、廊下でつながっている。外1カ所と北立2階の2カ所に、自動販売機が、北立3階に勾配がある。高校は、権ン山という山の上に建てられた学校であるため、本館5階では、景色がかなり良く、冬の空気が澄んだ時には、 御嶽山など遠方の山がくっきりと見える。また、場所や天気によっては南側にトヨタスタジアムも見ることが可能である。女子の制服はセーラー服であるが、学校創立時に朝日が丘高校の関係者がデザイン設定に携わった経緯で朝日が丘高校に似た感じの制服になった。襟に金色のラインと珍しいデザインである。修塾度別授業。 少人数授業を展開している。また、イートの拠点校である。そのため、毎年何人かの生徒が留学しており、逆に海外からの留学生の受け入れも、長期、短期ともに行っている。交差等は土日を挟んで行われることが多い。交差一週間前からテスト週間となり、その学べ活動は基本的に休みになる。部活動は一年時は全員加入である。 インターハイに柔道、陸上、バドミントンが出場経験がある。国体にはバレーボールハンドボールが出場経験がある。文化部でも囲碁将棋、写真、放送、書道等が全国大会出場の経験を持っている。また2008年、2009年と文芸部が2年連続で全国大会に出場した。運動部サッカー部、野球部、 男子テニス部、女子テニス部、陸上部、女子ソフトテニス部、男子卓球部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、男子バドミントン部、女子バドミントン部、柔道部、剣道部、水泳部、男子ハンドボール部、女子ハンドボール部分科部水奏学部、坂道部、美術部、英会話部、演劇部、放送部、囲碁将棋部、写真部、 自然科学部、家庭科部、ダンス部、文芸部、合唱部また、2013年からは、広島、京阪神方面に変更となっている。ありがとうございます。